の罪は戦闘員と非戦闘員を区別できなかったことにあるとも言われている。無差別爆撃などその最たるものである。そのためにどれだけ多くの何の罪もない人々が苦しみ死んでいったことだろう。無差別爆撃に罪の意識を持った兵士の人が禁止されることはなく、無差別爆撃や作戦行動の関係を行うことはならば、それは明らかに侵害的な罪で、アメリカは第二次世界大戦中、侵略されることも爆撃されることもなく、しかし故国を遠く離れた外地で30万の少女を失った Thank you.